この新しい選挙の提案というのをしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ワールドラケットのシャーです。ワールドラマーマーケットのガネです。本日は、はい、カットマンにトッププレイヤーが少ない理由についてやっていこうと思います。毎度のことながら、いや、いるじゃんって話なんだけど少ないよね。絶対に見たら少ないよ、ちょっとしかいない。そうで、カットマンのトッププレイヤーが少ない理由を2つ紹介して、はい、終わりの方に、はい、でもカットマン今来てるぞと、魅力的やぞ、うん、今来てるぞっていうところと、ちょっと新しい線形をまあちょっと提案できたらいいかなと思います。まずカットマンのトッププレイヤーが少ない理由について2つ、はい、紹介しようと思います。受けから入るため能力がいる、かっこ動作感覚。じゃあ受けから入るってことなんですけど、どういうことかっていうと、からもうこう受けてドンって打たれてからゲームがスタートするんで、基本的に相手に何かやらせてこっちが返すっていうところが最初になるんで、相手の打たれるボールだったりをコントロールしなきゃいけないってことですね。ここら辺すごい感覚がいると、もう一回出してもらっていい？こうやってボーンってやって、ね、止めれん、止めれない。まあこれやっぱコントロールできてないと。で、逆にちょっともう一回出してもらっていい？こういう風に全然相手が打てないようなことやってたら、こっちもね、カットしたいのにカットできないというわけで、この絶妙なコントロールがやっぱ必要になると。まあわざと打たせたりとか、打たせないようにしたりとかっていう、ほとんど受けから入るゲームメイクがまあ主になるので、そういったところですごくこの打感、まあ今フォアだけでやりましたけど、バックでもいるし、相手にまずこういろんなところにサーブ出されてとか、自分がこうやってからこうやって、あこういうことですね。やっぱり受けから入るんですごく難しいと。相手はほとんど動かないでいいのに、自分ばっかり動いちゃう、要するに動作に負担がすごくかかっちゃうんで、そこが難しいと。こういうことですね。明らかに相手の方が楽そうにプレーして、こっちばっかりしんどい思いと。というわけでやっぱりね、育ちづらいんですよね。やっぱり最初が難しいと。2つ目の理由として、その打球感覚がすごい必要で、相手に打たせたり打たせなかったりとか、強打させたりさせなかったりっていうところがすごく必要になるっていう部分と、あとは相手がやっぱりあんまり動かずにこっちばっかり動くから、その動作の部分の能力の向上と感覚の部分の向上、やっぱここがすごく必要になると。特に受けから入るため、そこら辺がやっぱりもう単純に言うと、相手より卓球人としての能力が高くないとそもそも成立しないってことですね。次に2つ目、はい、2つ目、覚えることが多すぎる。まずやっぱりこう受けから入る、カットをするために相手に打たせるんですけど、そればっかりでやっぱ通用しなくなってるっていうのはもう皆さん見て分かると思います。やっぱ攻撃必要なんじゃないですかっていうのはすごく質問でも多いんでね。なんでまずはこういう風に、これじゃあ相手が上手くなってきたら得点するところがなくなっちゃうと。要するにもうミスってくんねえと、こっちの単純な下回転の変化だったりすると、それだけじゃミスってくれないと。ちょっと切ってもミスらないし、ナックルを食ってもなかなかミスらないよ、危ないっていう時に攻撃が必要になったりするわけですね。例えばこういうのが必要だったりとか、ちょっと次やってもらっていい？はい、やってますよね。単純に言うと覚えることがなんかもうひたすらあると。もうカットも覚える、ツッツキも覚える、変化のツッツキも覚える、カウンターも覚える、カーブロングも覚える、バカでなんか切ったカットも覚える、もうなんか覚えることが多いわけです。どうですか、こういう方の人はカット覚えなくていいじゃないですか。まずそうですねカットマンは覚えることが、どのプレイヤーよりも、まあ、一番多くなるのかなと、うんうん、でなおかつ
動きが大きいと、選ばれし者しかできないなと私は思ってるわけです。いいように言えばバリエーション豊富やけど、そうですねやることが多いです。まあ国立大みたいなもんですねやる科目が多すぎるっていう、なので優れた人しかなちょっとできないんじゃないかなって思っております。この2つが主に、まあ、カットマンにトッププレイヤーが少ない理由かなと。トッププレイヤーが宿題として多いっていうから、もう一般人はすごいことになるんですね。すごいよできないよなかなか、うん、受けだけでも難しい、うん、まず受けが難しいのに、そこ受けちゃんとできた上で今度自分からアタックしていくっていうのを覚えていかなきゃいけないんですけど、どうですかカットマン、ちょっとやりたくなってきました？全然ならない全然ならない。そういう意味ではペンツブでサボっててよかったなと。そうなんですよね、はい、まあまあちょっと少ないシリーズ今やってってますけど、うん、まあ、ペンドラかカットマン、まあカットマンが一番難しいんじゃないかなと思っております、うんうん、でここまでは暗いニュース、はい、次明るいニュース。カットマンにとって、カットマンにとって明るいニュース、先日行われた全中国選手権で高野町選手が、19年ぶりに優勝したと。中国の若手に勝って、ワンチューチンとかリャンジングかな、勝って優勝したと。でなんでこういうことが起きたのかというわけでございます。勝てないと言われてるのに、そう難しいと言ってるのに、なんでこういうことが起きたかというのをちょっと今から解説しようかなと思います。はい、まあ、主な理由、はい、2つあるんですけど、もう今一気に言いますね。下回転打ち、下回転のボールをドーンって打つのが苦手な人が増えているっていうのが1つ目で、高い球を打つのが苦手な人が増えていると、この2つかなと。約20年前、まあ日本でも渋谷博選手、松下幸選手が活躍した時代なんていうのは、日本人の攻撃型、シェイクの攻撃型の人もオールフォワードそう、そういうことです。こういう人が分かったですね。まあペンドラのシェイクハンドみたいな、うんうんうん、それペンでええやんみたいな人がすごい多かった。握り方ちゃうだけ、握り方違うだけみたいな。なんで下回転を打つのが得意な人っていうのは非常に多かったと。逆にヨーロッパスタイルの、まあ、その当時ではまあワールドナーとかパーソンとか、ガシアン、レグ、エロアとかそこら辺のこのバックが触れるような人たちに対してはすごく苦手意識があったと。ただ今高速ラリーになってバックハンドのこのタン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 っていう差し合いがすごく増えてきてる中で、下回転を強振するタイミングだったりそういう練習をすることがすごく減ってるんで、やっぱり高校生、大学生でもすごくそういうのが苦、まあ、下回転打ち、高い球を打つのが苦手な人が増えてると。あと一発の威力が、まあ、ない人も増えてるかなと。そこがカットマンにとって連打が増えてる、連打が増えてる、タン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 って。まあそれはちょっと以前の動画をちょっと参考にしてほしいんですけれども、難しい、難しいね。深くて切れた球とか難しいんだよね。こういう球を打つ機会がすごく減ってきてる。こんなん上がらん。これやっぱスピードドライブするのはやっぱすごく難しいと。でこういうのってスマッシュの方が簡単なんだけど、やっぱスマッシュってシェイク難しいからペンの方が簡単なのね、はい、でもまあスマッシュをスマッシュをやる機会とかっていうのもすごく減ってるから、カットマンに今現在は追い風が来てると。なるほど。これが10年先、5年先とかになったらちょっと分かんないですけど、みんなかける人が増えたから、うん、まあ、かける人、まあ、あとは上回転のボールをカウンターでカカンカカンカカンでボールを利用したプレーがすごく増えてきてるんで、自分からエネルギーを出してドンギュッてかける人がすごく減ってきてると、うん、いうわけで今このカットマンの下回転のボールにスピードを出すことだったり、切れたボールを持ち上げつつスピードを出してドカンって打ち抜くっていうのが苦手な人が増えてると。下回転を打てなくてミスるっていうレベルであれば結構勝てる、チャンスが増えてきてるのかなと。まあそこでね、相手がつつきばっかりしてきたらなんかまた作戦必要なんですけど、まあ、なのでカットマンは現在結構ありかなと。しっかり切ることができる、まあ、最後のダブルまあまあそういうことねこういうふうに高くやって角度をなんかバグらせて、もう一回下回転、難しいわ。結構難しいでしょ。
あの以前動画に出ていただいた宮沢くんなんかこのロビングがうまいです。カットがすごい切れてるとかじゃないですけど、ロビングがすっげえ高くてわーってやった後、なんか下回転のボールドンって、あら、なんか面が崩れてるんだ、あれみたいなのがすごく多かったですっていうところで、今これはカットマンの、まあ、明るいニュースと。じゃあ最後、はい、この線形いいんじゃねっていう提案。まあ明るいニュースがあるというのはさっき言ったみたいに、まあ、カットが切れるからそういう風にできるんでしょとか、うん、ロビングできるようになってからでしょっていう話はまあまあ間違いではないです、うん、結局技術がいる中での、まあ、カットマンいいよねっていう話なんで、うん、あんま技術が必要じゃない、うん、カットマンみたいに覚えることが多くなくていい中でのこの新しい選挙の提案っていうのをしたいと思います。はい、ツッツキマン弱そうあの一応用具とかいろいろ考える必要があると思うんですけれども、相手のサーブに対しては全部ツッツキで、ツッツキが来てるうちはツッツキばっかして、打たれたらポンって返すっていうブロック、はい、へえ、サーブ適当になして打っていいんですか。はい、まあこんな感じです。なるほど。まあロングサーブに対しては別に無理やりしなくてもいいですけど、ポンってやってもいいんですけれども、カットマンって覚えることが多いとか動きが多いっていうのですごく難しいって言ったじゃないですか。それをもう全部取っ払う。なるほど。もう覚えることをやめる。そう、やめる。あと動くことをやめるでサーブ来たら例えばフリックしましょうとか、なんかストップしましょうとか、そういうのも無視して、長いサーブが来たらまあポンとかカットでもいいし、とりあえず全部もう簡単なレシーブ、ちょっと横回転プチってやって、こういうのに対して、なるほど、もう何でもいいからつっついちゃうっていう、動かない、もうカットで粘らない、つっつきつっつきつっつき、まあ打たせに行って打ってきたらポンって返せばいいし、またつっついてきたらつっつきで返すっていう。動きたくない、もういろんな技を覚えたくない、まあ覚えたいと思ったけど動かない、あのいろんな技術を覚えない、なおかつ勝ちたい、勝ちたいっていう意味ではこのツッツキマンはいいんじゃないかなと。どうですかね、ちょっとイメージはできましたか、こう受け手としてはイメージできますか。うん、でもなんかカット引いてくれたら次は遅いじゃないですか。あ、カット引いたらポヨーンってくると。そう、でもドライ自分が打った時だけ早く来るうざいな遅く遅く、そっちが早く打ったらこっちも早く返すっていうあれみたいな攻撃型だったらね、ずっと早い早いだから気持ちの面でこうリズムは作りやすいと思うんだけど、パン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 みたいな、こっちはふわんふわんふわん、打った時だけパンあれみたいな、だからそっちだけね、ちょっと押し付けられているかもね、難しさを。というわけでこれはね、すごく技術的にはまあ多少難しい面はある、っていうかまあ別にどんな選挙でも難しいところ絶対あるんだけど、はい、いろんな回転のボールをつつきしなきゃいけないという難しさはあるんですけれども、まあそういうところを簡単なラバーで、うん、簡単にできるラバーとか用具を使っちゃえばいいと思いますし、とにかく覚えることを少なく、まあ相手にとって嫌な選挙っていうのを考えたら、まあ初期のうちはこれがいいかなと。あ、ちなみにこれ多分上のレベルでは通用しないです。全国大会行くぐらいになる。厳しいかな。厳しい、うん、女子とかだったら通用するかもしれないけどね。ちょっとこれだとやっぱりツッツキがしやすくないとラバー的に難しいんで、そうするとこのツッツキのスピードだとやっぱりさすがにドカンって打たれちゃう。サーブも上手くなってるから、うん、でも本当にロングサーブドンってここに出されたらやっぱり浮いちゃうから、さすがに浮いちゃう。でもこれがちょっとレベルが低かったら少し切れてるだけでも全然打てないとか、ロングサーブ出してるのにえ、カットボール来るのっていうのがまだまだ理解できない人たちが多分いると思うんで、ただちょっとトップになってくると、ああいつこういう戦型やな、出したらこうやってくるな、浮いてくれよドーンっていう人も増えてくる。まあそこで新しい技術を覚えればいいんだけど、そういうのがあってからの、そっから後ろでやるとか、後ろでやるとかロングサーブ来たらポンって返すとかっていうので、そこからは技術をやっぱり覚えていかなきゃいけないです、うん、技術を増やしていかなきゃいけない、つっつきだけじゃなくてちょっとポンって返すとかっていうのは覚えていかなきゃいけないんで、まあ、最初の
カットマンやるんだったらこっちの方が早く勝てるよっていう話。うん、つつぎまんやりたくなった。うん、でもそっちの方がやりたいなって思う。素直にカットマンやるぐらいやったらなんか動かなくてもやっぱ良さそうです、はいはい、単純に後ろ下がったら動く量も増えちゃうし、うん、まああと一つ言うのであればカットマンとかペンドラって動きが多い線形は練習がきついっすひたすら練習がきつい。なるほど、はい、今のはあんま練習きつくなくていいです。ここら辺のまあ悪く言えば小手先のテクニックを磨くなんで、こう身体的にしんどいとかはないですね。そこら辺もあるので、まあまあ私はこういうつっつきマンというのをちょっと提案しようかなと思っております。まあカットマンが少ない理由について紹介っていうのと、今カットマンいいぞと、今明るいぞ、もうちょっとそこ今言ったところをしっかり鍛えたらもっと勝てるようになるぞ、うん、なるぞ。でただ言うてカットマン難しい、うん、言うてカットマン難しいからもう一個簡単な、もう一個簡単なこういう線形っていうのもいいんじゃないかなというのをチョップだけにね紹介させてもらいました。今回は動画をご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。5000円よろしくお願いします。